はい、次からやっていきましょう。ライチャーだけ言ってしまったな。皆さん、ライチャー、赤山同士と申します。実はですね、よいしょ。このゲーム、あれなんですよね。音が、ちょっと BGM が大きいんで、だからちょっと小さくはしてるんですけど、まあ、普通にね、別の動画とか見てるときはね、普通に小さいんで、まあ、それをちょっと、なんだったっけ大きめ。まあ、聞こえないんで、まあ、音量元に戻すんですけど、このゲームやるときに完全にそれを忘れてしまって、音が大きくてうるさいなっていう感じに、すぐなってしまうっていう。さあ、さあってことですよ。おそらく、なんだろうね。何が正解なんだろうって思っております。まあここをやったとしても、さあな、これはあれもな。さあどうします？正直あんまりこともなさそうなんだよな。よいしょ。開いてくれるんかな。ああ、ちゃうわ。でね、今ね、すっごい雷が鳴ってるんですよね。もううるさい。うるさいというかね、怖い。さあ、どうしましょう。おそらく、鏡使えるの？ちなみに。やんね、ああ。じゃあ、ちょっと、まあ一応いろいろ、まあ適当にちょっとやってみましょうか。赤い窓2は。なんだこれは。今の犬？あ、狼か。人狼だったんですよ。人狼だったのが。でも怖いねんなー。でねー。ちょっと関係ないですけど、どいら。わ、いっぱいある。どうだ。あ、ユーマの日記。この時に、
お父様とお母様と今日、そしてみんなに私を見せることにしたわ。誰だろう。ちょっと怖いんだよな、ぶっちゃけ。まだ夢叶うやな。オッケー。おやすみなさい。はい。見せてじゃん。ほう、姿を。で、ここで。そしてものすごいか、ここに入ってるんかな、枕に。枕じゃない、マイク。もうもう、あー、そしてこれか。なんか心が痛くなんでんな、これ見ると。なんだろう、優しいっていうのが証拠なんかな、これは。うわー、うわー、怖いわー。で、でよ。ん？なんかこのないよね。人ではない。そう、醜いもの、怪物、悪魔、それらが人に化けているもの、もしくはそれも、はい。けど、それらを人でなしと醜いと怪物と悪魔と、そういった類を通じない、心が通れないと、そう思い込むのは、人の心なんじゃないですかね。深いこと言うわ。うん。推理できてる。というか、赤い魔導王の時に、ある程度は予想できた。だから正直なこと言うと、今回、お父さんを指名せずに、他のコーラをやってしまった。で、多分やけど、ヴァンパイアが殺されるやろ。あ、そうか、そうか、殺されてはないんか。え、つまり？あ、よかった、よかった。よかった、前回ね、確か、後を追って、もう一人の執事が死んじゃった、だけど、そうだ、そうだ。そう！もう少しで、前回の俺に、まあ正確に言うと、もう一回殺されてんねんけど、半巨人に。よし。はい。あ、俺も見たよ、ゆうまちゃんの。夢を現実に。ほう。うわー、なんか物語が進展した。はい。で、紙補充。おーっと、時間的には超微妙。ここで紙は大量に手に入るんだ。ない。ちなみに。32ページ。
トイレットペーパーの紙って、そういうのできるんかね？あ、もう喋られへんねや。ここで書いたらどうなるんか怒られるから。帰られへんかった。まあ普通か、そうやもんな。あ、間違えた。あ、ごめん、ごめんなさい。じゃあ行きましょう。ごめん。ごめん。あ、羊。よし。今ね、ものすごい光りました。パソコン越しから光が見えるってすごい雷じゃない？うわ、今回。こんにちは。はい。化け物って何だと思う？いや、普通に、まあ普通に言われたら醜いとか、人間ではないものって言ってしまうよね。普通には考えると。はい。あ、そうなんや。言ったんだ。ちょっとこれはかまどさんに伝えたかったんですけど無理なんですよね。みたいな感じで。はい。そう、みんなそうやったもんな、確かに。確か。人間と化け物どっちなのって話になるっす。どうなんだろうね。これ逃げ道っぽいねんな。まあ人間でかな。そう、まあ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 。男女やったらな、なんか心が女とかっていう男は女っぽい気はするっちゃすんねんけど。そう。いやな、人間の電気でいろいろ思うな。ここで言う自分の言ってる人間。心や意志を通わされ、共存できるという存在。うん。あー、それ言われるか。うん。そう。そうやな。それを理解してもらうために人間である自分たちを。うん。だから。うん、目星はついてます。化け物そのままの意味で大事。うん。でも、説得できるかな。一緒に考えよう。はぁ？身代わりにしようとか、手抜こうとかしてたのに、メイドいじめたくせにか。くそ、ゴスロリ来てるくせによ、本来やったら。
あ、もうほぼ答えやな。枕の下にみんなへのメッセージ。ほう。うわ、なん、うわーなんか言ってたのか。ごめん。はい。あ、バスローブあった。あれ？あ、じゃあこのメール服を着ている探偵とゴスロリの服を着ている助手がこの事件の真相を暴こうと思います。ということで今回はここまで。さあ次が最終回かっていう感じですよね。じゃあ皆さんも多分犯人は分かっているかな。まあ推理してみてください。まあいろいろ、まあ言っちゃってますけどね僕。こんだけ言ってちゃうかとどうしようって思ってるんですけど。じゃあ、今回はここまで。それではまたお会いしましょう。それでは、バイチャー。